世紀にふさわしいガラガラポン。これなんだよと分かってるかと。ガラッと変わりますから。大前健一のガラポン2000。おはようございます。大前健一のガラポン2000。今週のテーマは、日本は第三次石油危機を回避できたのかと題してお送りしたいと思います。大前さんね、はい、第三次石油危機と言われて、まあ、ピンとこない人がほとんどなんじゃないかと思うんですが。そうですね、はい、しかしヨーロッパとかアメリカではね、その石油価格、特にガソリンが高騰して、はい、まあ、ある意味で社会的パニックにまでなったわけですよね。今年9月、フランスではガソリンや軽油などの石油価格の高騰に悲鳴を上げたトラック業界や農民が、道路や石油精製所を封鎖する抗議行動を起こした。この抗議行動はヨーロッパ中に広がり、各地の石油精製所は封鎖され、ガソリンスタンドが休業に追い込まれるなど、市民生活は麻痺状態に陥ってしまったのである。で、日本はあんまりそれがなかった、はい、回避できたのかなと、こういうことですよね、ありがたいことではあるんですけれども、そうですね、この辺についてね、その仕掛け、それから今後どうなるのか、うん、大丈夫なのかっていうようなことをね、今日は話してみたいなと思ってます。そうですね、はい、そこでお客様をお迎えしております。ご紹介いたしましょう。通商産業省資源エネルギー庁石油部計画課長、本庄隆さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、この原油価格なんですけれども、どういうふうに、まあ、推移してきたのかというところからご覧いただきたいと思うんですが、まあ、突然上がり始めて、そしてほとんどの人は理屈が分からずに、OPEC 何回も会議して、はい、増産増産とやったんですけれども、あんまり効き目がなかったと、焼け石に水というか、焼け石に OPEC っていう感じだったんですけども、はい、前の場合には、まあ、明らかな石油危機ということで、うん、まあ、OPEC の形成とかね、第二次石油危機とか湾岸戦争とか、はい、そういう理由があったんですけど、今回のやつはやっぱり原因不明というところがあるんですよね。まずやっぱり基本的には、石油の価格は需要と供給のバランスで決まりますので、うん、ここ 1,2 年、まあ、世界経済が、まあ、活性化っていうか、アジア経済の回復と合わせてアメリカも好調ですし、そういうことで石油の需要が継続して伸びてきた。これは大きな事実だと思うんです、うん、でもう一つは、その一部の地域、特にアメリカの石油製品、ガソリンとか暖房用の暖房油の価格が上がってきて、これが原油の価格を引っ張ってきたと。アメリカでは6月以降、都市部でガソリンの品質規制が強化されたが、品質を改善したガソリンの生産が進まず、製品価格全体を引き上げることになる。さらに夏場にガソリン生産を最優先した結果、冬場に向けた暖房油の在庫積み増しが遅れ、暖房油の価格高騰を招いた。これが原油価格の上昇の引き金になったのである。どれぐらいじゃあその小売価格として、上昇したのかというのは、ちょっとパーセンテージとともにここに出ておりますけれども、これで見ますと、日本の上昇率は 13%、10%、 軽油ですね、灯油でもって 15%、でこれフランス、ここに書いてありますけれども、19、50、それからこれは105でしょ、うん、イギリスの場合だったら、ここでこそ日本よりちょっとガソリンでは下回ってますけど、軽油とそれから灯油になると非常に上がってると。そうですね、アメリカはもう軒並み 60% ぐらい上がると。ご自慢のその安い石油価格、うん、石油商品の価格というのがここでもってですね、かなり、世界的にもですね、あれというぐらい高くなっちゃったと、うん、これですよね。そうですね、まあ、さっきちょっと私が言ったように、日本が今回割にその一般国民を巻き込んだ、かつてのトイレットペーパーの買い占めみたいな ね、ああいうところまで行かずに済んだ一つの理由っていうのは、まあ、通産省が あの石油危機の苦い経験に、基づいていろいろと進めてきた備蓄制度というものと大きく関係してんじゃないかと思うんですけども、これについてちょっと説明していただけませんか。はい、大前さんがおっしゃる通り、第一次オイルショック以降の、まあ、うん、反省で、うん、1976年から
こういう備蓄を始めたわけですが、大きく分けてこの資料にもあります通り、国家備蓄と民間備蓄で、国家備蓄につきましては現在5000万キロリットル、大体日本の需要の84日分ございますし、民間の事業者の方につきましても70日の義務をおかけしてますが、現在76日分お持ちでして、合わせて160日分の需要を賄えるだけの備蓄が日本に現在ございます。ほぼ半年分です、はい。買ってでも90日って言ってた時代もありましたけど、その倍来たっていうことですね、大体。そうですね、やはり備えあれば憂いなしということで、予算の都合がつく限り備蓄を順次積みましておきまして、おかげさまで160日を達成いたしまして、あと一息というような感じでございます。そうですね。この備蓄というのは、例えば何か有事が起こったりして石油が全くストップしてしまうというような時にこう放出するという意味なんですよね。そうです。じゃあ例えばそういうのというのは誰が決めることなんですか？一応主務大臣であります通産大臣、はい、来年の1月から経済産業大臣になりますが、通産大臣が決定をすると。で、これは国の財産ですから、国の財産を管理しておられる大蔵大臣と協議をして決めるというのが法律上の仕組みになっておりますが、ここにね今出てますけれども、これは日米の比較ですけども、日本とアメリカとはちょっと考え方が違うようで、日本は比較的備蓄量が多いですよね。アメリカに比べてもかなり多いと、はい、この辺の違いはどこから来てるんですか？日本はもう 99.7% が石油を輸入しておりますが、アメリカはまだ半分以上国内で取れていると、その違いじゃないかなと思います。それから向こうは大統領がこれ最終的には国家備蓄を放出する権限を持ってますね、はい、今回は大統領選挙でも、あまりにも選挙期間中にガソリンが上がったんで、はい、戦略備蓄を放出しろと、計算したら6時間分経つって後で物笑いになりましたけども、そんなちょっとだったんですか？あのあたりの議論聞いてて、日本の場合にはその程度じゃないぞと、こういうふうに思われなかったですか？そうですね、選挙対策というあれもあったのかも分かりませんが、1回出してみて、それで足りなければ次やるぞっていうのが、多分アメリカの戦略だったんだと思いますが、日本でもし同じようなことをやるとすると、もうちょっと少しマーケットへの影響とかいうことを考えながらやったのかなと思います。ただアメリカの場合の今回の議論というのは、戦略備蓄であるにもかかわらず価格が上がったっていうだけで出すという議論を副大統領が平気でしてましたよね。日本はそういうわけにはいかないでしょう。価格調整用にはこれ使えないんですか？民間の部分を含めて。単なる価格調整ではなかなか難しいと思いますが、ただあまりにも価格が上がりすぎて、実質的にそのどのエンドユーザーも買うことができないぐらい上がってしまうというのは、逆に言えば供給が途絶えたという実態的に等しいわけですから、そういう極端な上がり方をした場合には、備蓄の放出も十分、検討できると思います。かなりそういうその配慮というか、悪く言えば恣意的な部分というのもあるんですか？この排出基準といいますか、備蓄をこう使う基準というのは非常時かどうかというのはなかなか難しいですよね。お答えになるか分かりませんが、湾岸戦争、10年前にイラクに、多国籍軍が反攻した時にですね、やっぱり供給が途絶えるだろうということで、IEA 国際エネルギー機関加盟の先進主要国で協調して備蓄の放出をいたしました。そうでしたね。ですから基本的にはやはり国際協調で備蓄を放出することになるんではないかというふうに思います。